一度は東京に出たいみたいな、うん、友達がいませんでした。だからツイッターで友達を見つけて、就活に意欲的な人っていうのもなかなか見つけにくくて、はい、皆さんこんにちは。信頼リメンバーの原松です。今回は富山の学生の皆さんに集まっていただきました。地方の就活生のあるあるな悩みとか不安っていうものを共有してもらって、今視聴者で同じ悩みを抱えている方、モヤモヤを抱えている方にとってヒントになったら嬉しいなって思っています。皆さんの簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、富山高専の国際ビジネス学専攻に在学中の高岡圭と申します。22卒で今は東京の企業に内定をもらっている状況です。富山大学の経済学部2年生の杉下製作といいます。24卒でこれから就活を始めようかなって考えているところです。富山大学経済学部3年の秋元優と申します。23卒で最近にあって本格的に就活を始めたという状況です。よろしくお願いします。高岡さんは出身は富山ですか？出身は富山です。富山を離れて来年の4月から東京に行かれるってことですか？はい、そうです。なんで東京を選ぼうと思ったんですか？私は結構地方自治体の方と一緒にイベントの企画とかプロジェクトを一緒にやっていたんですけど、自分のスキル不足とか能力不足っていうのに気づいて、まずは自分に一つでも強みをつけたい、ファーストキャリアでこういう強みを持ってこういうスキルを身につけたいみたいなのを考えた時に、東京の会社の方がスピーディーにレベルも高くスキルとかを身につけられるんじゃないかなと思って、まずは東京の会社に入ろうかなと思って就活をしてました。東京への憧れって皆さん持っていますか？私は長野県出身で大学入学を機に富山に来たんですけど、いわゆる田舎生まれ田舎育ちのものからするとやっぱり都会っていうのは漠然とした魅力があって、人生のうちにやっぱり一度は東京に出たいみたいな、そういう思いがあって、それで就職を機に都会に出ていきたいなっていう思いがあります。どうやって東京の会社と出会ったんですか？私は結構 SNS を使って就活をしていて、そこで出会いました。どういった SNS ですか？経営者の方と学生がマッチングできるサービスを使っていて、そこからご縁のつながりでちょっと Facebook で今の会社の代表と出会いました。今このご時世っていうのもあってオンラインでつながるのが当たり前になりつつあるので、そういう意味では地方の就活生と、都会の就活生の情報機会の差とかって縮まってきてはいるのかなと思うんですけど、確かに実際に就活してみて、それでもやっぱり感じることとかありますか？今コロナ禍でいろんな豪雪とかがウェブ化したことによって、やっぱりその差っていうのは縮まってきてるなって思います、本来だったら実際に赴いて豪雪出たり帯訪問とかしないといけないところをオンライン化して、交通費をかけずにより手軽に出会えるようになったっていうのはすごい大きなメリットだなっていうふうに思いました、一緒に就活をする仲間っていうのも大事になってくると思うんですけど、地方になってくる就活に意欲的な人っていうのもなかなか見つけにくくて、友達経由で回ってくる情報とかもなかなか少ないですし、そういった面ではやっぱり情報収集も難しいんじゃないかなと思います。私も大学院2年生とかで周りの人専門職についていくので、全然就活やってる人がいなくてすごい不安だったんですよ。このペースでいいのかとか、このやり方そもそも間違ってったら後戻りできないしどうしようみたいな不安があったんですけど、それはどうしてました？私は大学生でいうと3年生の年の夏から就活を始めたんですけど、もちろん誰もやってない状況で、富大の人ともあんまり関わりがなかったので友達はいませんでした。だからツイッターで友達を見つけて、どうやってツイッターで見つけられるんですか？ハッシュタグとかで22卒とつながりたいみたいなハッシュタグとか ある確かに確かに、それで友達になったりして、でもなんか匿名でやってたりアイコンが写真じゃなかったりすると声かけるのとか不安だったりとか、深く仲良くなれるのかなっていう不安もあるんですね。結構仲良く恋力が高いまず同じ悩みをツイッターとかのね、タイムラインで見て重なるなと思ったら DM してみるとかっていうのも一個手としてはあるのかなって思います。秋元ちゃんは悩みとかありますか？
最近になって就活を始めたばかりなんですけど、富山で開催される合同企業説明会とかに参加していく中で、そこに参加してる企業に大手が少ないなっていうのが悩みとしてあって、自分の就職先として考えてるのが富山の企業か、もしくは東京とか大手を目指したいなっていうのがあるっていう中で、富山県でできる範囲が少ないなっていうのが悩みとしてはあります。富山での就職いいなって思ってても、うん、実際じゃあ足を運んでも、うん、そもそも数が少ないってなると、そうですね、選択肢広げづらいっていうのはありますよね。それこそさっき言ったみたいに、一回その合説に行って出会った企業さんの人事に、こういう企業も気になってますとか、もっと別の業界見てみたいんですけどつながりありませんかとか聞いてみるっていうのはいいかもしれないですね。あと他にやってよかったこととか社会人の人とお話をするっていうのはすごいよくて、そういうアプリを使っていろんな会社の人事の方もそうですし、実際にお仕事されている営業職の方とかからお話を聞くっていうのは、就活軸を固めるっていう部分においてすごい参考になります。そのアプリっていうのはどんなアプリなんですか？就活生と企業の人事の方とか、実際に働いている社会人の方をマッチングしてくれるアプリがあって、そういうアプリで出会いました。すごい。今までの話を聞いてて思ったのは、確かに環境で制限される部分もあるけど、今は SNS でとか簡単につながれる時代なので、諦めずにいろんなところに声かけてみて動き出すっていうのは十分にできるなっていうことを思いました。今日は地方の学生に集まっていただいて、地方あるあるな悩みとか不安とか対策、こんなことしてきたよっていうのを話していただきました。今見てる地方の学生の方も、できないことが多いと思うよりもできることなんだろうっていうことを見つけて行動していただけたら嬉しいなって思います。最後に一人ずつ感想をお願いします。私自身就活始めて情報収集が難しいなとか悩んでた部分も多かったんですけど、今回出てきた SNS でつながるとかアプリでつながるとか、いかにもやりようはあるんだなっていうことを今日は知れたので、明日から実践していこうと思いました。今日いろんな話を聞いてみて、24冊ってかまだ2年はありますけど、時間は限られてると思うので、今はこのご時世なんでオンラインでいったそのようなことを活かしつつ、情報収集の仕方など今のうちから学べていけたらなって思いました。私はもう内定をもらったんですけど、就活を始めた時は何をやればいいかわからないっていう状態だったので、自分なりにどうやっていたかみたいな部分を伝えていけたらなって思いました、今日ご出演いただいた3人の Twitter のアカウントは概要欄に貼らせていただいているので、もし地方の方とつながりたいとか就活で得た情報とか教えてほしいっていうことがあったら、優しい3人なので気軽に連絡取れると思います。気になる方はぜひ概要欄でご確認ください。というわけで今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。